才川久作、40歳。こう見えて実は宇宙人である。地球人になりすまし、地球のエンタメ文化を調査していた彼は、ひょんなことから俳優レオ・アキトと出会う。そしてこの出会いにより才川久作の地球侵略がついに始まるのだった。ようこそ我々劇団アクターズーの舞台へ。新たなる常識を我が手に。オーレイ、アトランティスを我が手に。そんなキャンプ行くわけないだろ。小説よりもきなり100万円ボンボンショコラ。カモン、頑張って鍛えろ。ごめんなさい、やっぱ心配だよ。大丈夫だってば。いいから引っ込めよ。そっちが、そっち引っ込みなよ。なんか青春だな。やっべえ、飛行機乗り間違えた。では今宵の現代語訳はこの辺で。新たなる常識を我が手に。